熊本市電では今年に入り、ドアが開いたままの走行や信号の見落としといった重大な事故につながる恐れのあるインシデントなど、安全に関わるトラブルが12件起きています。異常事態を受け、今年5月から始まった第三者による検証委員会、4回目となる今日は、交通局が再発防止に向けた課題をまとめ報告しました。教育や訓練などの人に関わるものや管理体制、意識改善など項目は15にわたっていて、検証委員会や九州運輸局の意見も取り入れられています。短期的取り組みを中心に議論を進めてきていただいたところでございますけれども、今後は配合要因も踏まえまして、長期的な目線で取り組んでいくべき課題をご議論いただくにあたり、事務局として課題整理を行った資料となっております。また課題の一つである安全管理体制の不備を主に解決するため、専門の部署を新たに作ることを明らかにしました。設置時期は未定ですが、交通局は早急に取り組む必要があると話しています。 VTR でありましたように、こちらが熊本市交通局がまとめたインシデントなどの再発防止に向けた課題です。かなりの数がありますよね、はい、4つのジャンルに分かれていまして、まずは教育や訓練などの人、機器の機能改善などのもの、さらに環境管理など4つのカテゴリーに分かれて、さらに具体的に15の課題を提示しています。中でも交通局はですね、4つ目のこの管理に特に力を入れる方針を示しています。その具体策の一つとして、今日安全管理の新しい部署を新たに作る方針を打ち出しました。そして今日はその他の課題に対しても、研修の強化や労働環境の改善など具体的な取り組みを示しています、はい、また九州運輸局は先月、度重なるトラブルに関して交通局へ改善指示を出していまして、交通局は今月21日までに報告書を提出することになっています。また検証委員会も今年中に事故防止に向けた改善案を提言する方針です。